はい、どうもです、えー。今回ですね、まずは日本ですね。日本の土地を買われてるっていう問題がありましたけども、それに対して日本政府が正式な表明発表しました。ざっくり言うと、えー、買われてます。危ないですよね。私たちはそんなもん知りませんと。<laughs> 他おかゆて。 いやー、中国とかその辺がもう土地凍てますけども、あんまり関係ないんで私たは知りませんっていうね、日本政府がそんなことを言うてる記事がありました。もうね、これ笑えないですね。もう笑えないぐらい笑ってしまいますね。そこの記事お伝えします。次はオールドメディアですね。もうそういったその日本でもね、そんなこと全然報じませんよね。中国土地凍てますよ。あ、そうですか言うてね、知りません言うて言うてますけども、アメリカは違いました。アメリカっていうのは今、 マスクさんがもうバリバリにこれ今まで報道せえへんかったことを報道しだしてたりもするんですがプロジェクトベリタスあそこのメディアっていうのはもうオールドベリタが報じへんことをもバン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 報じてるんですけどもそこの代表の方がですね解任されるかもせえへんとこれがね解任されてしまうとちょっとね危ないですね。そこのの記事お伝えしししまますすでで最後に今アメリカですねあのー、空域を閉鎖しました なんで閉鎖しとんかって言いますと、お宇宙から、これ来てんちゃいますかまあ、カナダの方でこれも発表されてるんですけども、お謎の円筒形の物体です。物体。物体が来てて、え撃墜をしました。なんかあるから、これ宇宙局がですねえ、閉鎖しますっていうぐらいのことになってるんですよね。今までは中国の数のパイの気球来てるやないかと、まあ、気球ってと、なんであ今、今更気球やねんってなって、 出ましたがえ今、回違いました円筒形なんですね今円筒形の物体がえ空飛べるってありえますかありえません。じゃあ、宇宙のあれで宇宙局がえ撃墜をして閉鎖するっていうレベルに来ました。そこの記事をお伝えしたいと思います。 まさに日本ですね。日本もね、これ偉いこと言うてもうてるんですけども、あの、官房長官松野さんですね。あの、記者の方に沖縄の、え、なんか島ですね、離島を買われてるっていうのちょっと前にこう炎上しました。なんでこんなもん買っとんねんと。なんか、日本の離島はめっちゃ安いで爆買いや、言うてね、え、買われて、そのなんか基地のなんかもう数キロ先の島を買われて、こんなもん中国に軍事的なことされたら、もう危ない じゃないかっていうことで問題になってました。で、それに対して日本政府官房長官ですよね。え直撃取材をしまして、あのこんなことになってますけども、日本政府さんどういう風に思ったんですかと、もう違憲法とかそんなもいりませんか。どんな風に考えたのか、ちょっとお答え期待してもらえますかという質問をしました。めちゃめちゃえ質問、そんな質問する記者いらっしゃったんですね。まもちろん今までであればいやさすがにそんなことはねダメだと。 思うのでえー、でかん法だけぶっ放しときますね、言うてね、日本政府は、いかです、いかです、ってね、えー、いかん労使みたいになってましたけども、えー、今回ね、ちょっと違いまして、遺憾法もぶっ放しません。えー、なんやったらもうそんなもん知りません、みたいなね、そんなことを言うてました。これ、ね、考えられませんよね。ちょっと記事紹介しますと、えー、フリーランスのあの、安住さんっていう方がこれ質問してくれまして、えー、沖縄の離島に、あの、購入についてお伺いし、 沖縄本島から北西の位置にある、あの、にあるんすもあの、基地ですよね。基地から大体60キロぐらいの至近距離。60キロっても至近距離ですからね。もう秒でなんかない、あのー、ぶっぱなしたらね、行っちゃいますんでね。その至近距離にありますけども、中国の資本に買収されていくのこれ明らかになってます。で、この島については、与那国から、あと奄美ですね。もう、われわですね、その辺ですね。 展開しており中国の太平洋進出を防止するための 第一列島線と位置づけております。めちゃめちゃ重要な場所らしいんですよね。もうこれを境にね、あの、なんかあるんちゃうかと。まあそういう位置づけなんですけども、この中に入っているんですけども、こうした重要な島について海外に買収されたことで日本政府どない思っとるんですかと。もうね、確信ついてますよね。第一列島線って言ったらもうここがもう最低ラインで、その最低ライン ラインこれ入ってきてしまってますのでおかしすぎやろともうなんでそんなもん買えんねんっていうことで聞いてくれましたこれに対する松野官房長官の返答がですね日本 政府って日本のことを思ってへんやなと思ってしまうぐらいのことを言ってましてその返答をあの紹介しますとまずの官房長官はまずお尋ねの離島についてでありますが重要土地等調査法は領海規制を有する国境離島および友人国境離島地域離島についてその機能を阻害する行為に用いられて、えー、これを防止するため国境離島および友人国境離島地域離島の 区域内にある土地建物の利用は状況の調査を実施し機能阻害行為が認められた場合に規制を行うものでありますわからんわと何抜かしてくれとんねん言ってねもう言うてる言葉がもうカンチャンネルの方では難しすぎますねざっくり言うとんなんかあった時にやります法律ありますとまあそんなこと言ってくれとんですかね他言ってちょっとちょっとお前もうちょっと簡単に言えとで まあ、それがありますってことも言いました。で、ご指摘の、その離島ですよね。そこっていうのは、領海規制を有する国境離島、または友人国境離島、地域離島に該当するものでないことから、 本法の対象とはなりませんっていうふうに言ったんですね。だからもろもろなんか難しい法律があって、えー、普通であればそれはもう、ま、ま、守っていくがもせへんけども、ただ、その今回問題になっている変わるやつっていうのは、そのなんか法律、守られる法律の対象会やから知りませんか他 <laughs> 言うてもうね、もう、もう、もうね案件ですね。これはね、もう通称、もうね案件ですね。もう何、何を言ったらいいかよくわかりません。もう普通であれば、そんなんかね、法律の対象がは知りませんけども、もう でも、その、変わる点だねと、もう、守れよと、危ないと、守っていくれなあかいう日本政府をですね、見放しましたですね。え、中国さん、え、その辺、うまいことやってくれれやって、やってくれたらですね、えーうん、大丈夫ですよと、買ってくれてもええですよっていう、そんなことを、官房長官が言ってましたので、これは皆さん、どないですかねこれ何を言っとんねんと、え、思うかですね。ぜひ、グッドボタン、よろしくお願いします。 次はですね、そのイーロン・マスクさんの話をちょっと紹介するんですけども、マスクさんがツイートしまして、言ってる内容はオールドメディア、オパピーですよね、と。オールドメディア、オパピーやし、オールドメディアを信じてる人、その人たちもオパピーですよねと、と。そんなことを言いました。私が知ってる賢い人々のうち何人かはメディアの報道を信じています。驚くべきことです、と。あの、そを信じてる人はアホか、言って、何言っとんねん、っていうことで関西弁でね、多分言って あるんでしょうね なんかついにですね、イーロン・マスクさんは、えー、オールドメディアは信じてあきませんよっていうことを、えー、遠回しに言ってるツイートがありまして、えー、ご紹介させてもらいました。じゃあ、オールドメディア信じてない人で真実を報道しているところで言うと、プロジェクト・ベリタス。アメリカの,その方にあるんですけども、うこの方たちっていうのはもうバリバリの真実をね、もうなんかもう、むにゃちんやん、なんかそのビヨンネやんとか、まあ、もろもろこれ報道してくれていまして、えー、で、そのツイッターをね、これバウンされたんですよ。もイーロン・マスクさん帰ってきて戻ってきました。 で、プロジェクト・ベリタスの,あの社長ですけども、ジェームス・オキーフさんが謎に解任されるかもせえへんっていうことで、これ出てきました。これ、全社会議がこれ開催されるらしいんですけども、大口寄付者は、オキーフの解任に反対に署名してるということで、バチバチにこれ、やり合ってるんですね。えー、言ったらもう、D の S 側で言うと、この人がおったらいろんなことが暴露されるから、もう解任しちゃれやという動きなんですけども、 もうそれにこう対抗する組織もあったりとか、これね、すごいことがね、起きるかもしれません。ちょっと簡単に紹介しますと、えー、プロチューベクサのあの、社長であるジェームス・オキーフさんは、同組織の元従業員によると、理事会が彼を指導的立場から解任するかどうかを検討する中、有給休暇を取得しました。だから、辞めるか辞めさせられるか、なんかもろもろその話は話ょっと中で、えー、俺、休みます <laughs> 言って、オキーフさん、有給とる ねえうでねいや日本でもね今、ま、年にま5日ぐらい取れと5日以上取れとかねなってますけども、えー、アメリカの方でも有給取りますってそういう動きになりましたいやこれね普通に考えていやちょっと休むわの有給休暇ちゃいますからこれやっぱ裏の方でねいろんなことがま話し合われてんのかドンパチがあるか知りませんけどもまあそういったことがちょっとあったのであのご紹介させてもらいました。 最後にアメリカの方ではですね、あのー、空域を閉鎖しました。考えられませんよね。えこ,のこの地域の上飛んではいけませんっていうことで、これ出てるんですよね。これなんでかっていうと、 ざっくり言うと宇宙局が動いてまして、えー、それをちょっと対処するために閉鎖しますということで、これあったのがカナダの領空侵犯の飛行物体がありました。撃墜しました。じゃあ、そのバルーン、数のパイの気球ではなくて、円筒機やったらしいんですね。 ま、円筒形がます、まあ、空飛んでるってどないな飛とんねんと、いうことで、もしかしたらこれ、宇宙のあれ、うんぬんかんぬんちゃいますかのレベルになってきました。ちょっと紹介します。あの、言ってるのが彼のトルドさんですね。トルドさんが12日付で、同国の領空を侵犯した未確認飛行物体を撃墜したと発表しました。ちょっと前にもありましたですよね。あのー、一回目ビヨンデンがなんか撃墜した方がええかもせんけど、でも一回、あの、横断してなー言うて、 ししし終わってから撃墜しましたで、二回目があったのか謎の物体撃墜制定祖国撃墜しました。で、三回目ですよね。謎の飛行物体が来まして、これ国防省によりますと、物体は円筒形だったっていう発言をしてるんですよね。数のパイナの気球ではなくて円筒形でした。で、北米で確認され、撃墜された飛行物体はこの一週間で三体目となります。で、これはカナダ軍が物体の残骸の回収と分析、進めた できますということで報道してますので、まあ、これから出てくると思うんですけどもあの円筒形のものって空飛べるかっていうと飛べませんからね何が飛んどんねんっていうことがこれ分かりました。 トルドーさんによりますと、カナダ北部の有根巡州で確認された飛行物体に対して、米軍機とカナダ軍機が緊急発進を行いました。アメリカとカナダで一緒になってこれ発進しちゃったんですけども、米軍の F-22 ステルス戦闘機が激戦に成功しました。で、これ言ってるのが、北米航空宇宙防衛司令部はこれ12日で発表しています。あの、米軍の中でもですね、宇宙 の衛星司令部がこれ言ってるんです、ね、いや、宇宙軍う々ぬんかぬんありますけども宇宙に関わってんちゃいますかっていうことをちょっと小出しにね出してきましたですね。飛行物体の追跡について緊急声明を発表しました。航空交通の安全のためカナダに隣接する北西部のモンタナ州の一部ここを飛行制限区域を設けました。これも結構すごいことですからね。うちょっとここのの地域の上飛んでは いけませんっていうことで、軍がね、いわ宇宙軍ですね。えー、これを発表しました。これはニュースウィークスによりますと、アメリカのペンダのゴンが11日夜からアラスカ上空を飛行する未確認飛行物体を追跡していました。トルドーさんとの電話会議の後にビヨンデンは、その、言たその、あの、宇宙局ですね。そこの所属の戦闘機を派遣して、カナダ北部上空の物体を撃墜することを許可をしました。 ビヨンデンが、あ、そんな知らんやつ飛んでんねや、ほなもう激炊してまいっていうことをね、言ったらしいんですね。ビヨンデンは多分言ってませんよね。誰が言っとんねんでね。で、アラスカ州のエルメンドルフ・リチャードソン基地に配備された F-22 が飛行物体を監視し特徴を捉えるのには時間を要したと言っています。ここも気になりますね。あの、パッと見て特徴を捉えるのになんか時間を要したと。だから、普通で考えると遠藤系の 物体が飛んでるっていうこと自体、ね、普通のあれでは考えられませんから、特徴を捉えるのには時間を要所発表しました。で、カナダのアナンド国防省は記者会見をしまして、物体は高度およそ1万2000メートルを飛行し、民間の航空機の飛行に危険を及ぼす恐れがあったと述べました。物体は遠筒系だと言ってまして、カナダ軍は物体の残骸回収し、分析を進めていきます。宇宙領域と地政学のアナリストである ブランドン・ワイチャートさんは、中国の当局が以前から、あの、超音速無人機を開発してきたということで言ってましたので、もしかしたら、これ中国のやつかもせえへんけども、ただ現時点ではわからんということで、宇宙の軍がこれ対応してまして、えー、上空もですね、閉鎖されてるっていう記事がありますのでお伝えさせてもらいましょう。いや、実際どうなんですかね。中国が勝手にやってるであれば、まあわかるんですけども、も もしかしたら宇宙的な人たちがですね、こう来ているのかどうかわかりませんけれども、まあ、そういったこの気になる記事がありましたのでお知らせしてもらいましょう。以上になります。次回の動画もよろしくお願いします。さようなら。